私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリファンに火があった。高橋山、舞台挨拶で、ファンが目立ちすぎ、友達からクレームも。シクストーンズ松村北斗が今年4月に出演映画、ホリック XXX の舞台挨拶に登壇した際も、彼の名前入り口は思ったファンが大勢いました。松村は8月14日のブログにて、こうした舞台挨拶にうちわを持ち込むファンについて言及。他の登壇者に対して居心地の悪さ与えていないか不安になる心境を吐露し、作品のために来てほしい、とファンに訴えかけていました。その思いが一部の端ファンには届いていないことで、余計に腹が立ったようです。主役の二人より目立ってしまった端。ファンには作品にも興味を持ってほしいところだ。8月8日の完成披露舞台でも満席の会場を見た竹内が、すごいね。天のうちわばっかりだよ。と驚き端の手を取ってファンに手を振らせる一幕がありましたが、彼は主役ではありませんから相当罰が悪かったはずです。芸能ライター。ともあれ、初日舞台挨拶を報じたニュースで多数の天うちわの画像を見たジャニーズファンは苦言を呈している。ここはライブじゃない、よ。同じ天丹として恥ずかしすぎるし、一緒にしないで。せっかくの天の晴れ舞台なのに印象を悪くされるのは本当に許せない。これはしんどい。同じオタとして、やっぱり舞台挨拶にうちわは否定派だな。時短の気持ちより自分が目立つことしか考えられないオタクって何なの?と、マナーの悪さに眉を潜めた人が多かったようだ。ジャニーズファンがここまでうちわにセンシティブになるのには理由がある。そんな中、来場した一部の端ファンに批判が集まっているという。会場のほとんどが端ファンで埋め尽くされ、ジャニーズのコンサートでよく見られるような天と大きく書かれたうちわを持ち込んでいました。池井戸潤氏の人気小説を実写映画化した、アキラとアキラが8月26日、全国338館で封切られた。初日舞台挨拶には、主演の竹内涼真と横浜流れ星のほか、共演するキング、リンチェプリンス欲しい小島和也、ゆうすけサンタマリア、江口洋介が出席したた。キンプリ高橋海人さんと神宮寺勇太さんが木村拓哉さんのラジオ番組フローにゲスト出演し、ドラマの秘話や JR 時代のエピソードを披露してくれました。木村とドラマ未来への10カウントで共演した高橋と、木村に憧れを抱く神宮寺がキングリンチェから初のゲスト出演出演。木村がキングリンチェのメンバーに洋服を譲ったり、高橋をご飯に連れて行くなど、先輩後輩としての関わりからそれぞれのジャニーさんとの思い出話し、木村に憧れてジャニーズ事務所に入った神宮寺が木村をさらに大好きになったジャニーズ JR 時代のエピソードなどを披露する。また現在、アリーナツアー中で、今年の春にはグループとして初となる4大ドームツアーを敢行したキング、リンチェのライブの裏話やメンバーみんなでハマっている趣味などにも木村が迫る R。この他、リスナーから番組宛てに寄せられたメッセージにも3人で回答。そして、番組ゲスト恒例の人生の一曲に高橋、神宮寺がそれぞれ選んだ楽曲も注目だ。人気グループキング、リンチェの高橋海人だかははしごだかと、神宮寺勇太が東京 FM 放送中の木村拓哉がパーソナリティを務めるレギュラー番組木村、拓哉ショーフローサポーティッドバイ GYAO、9月4日、11日、18日の3週にわたってゲスト出演する。またはその他のニュース。キング&プリンス高橋山の目標は海軍。疑問符?今、目指しているのはそれ。ゆうすけサンタマリアが竹内涼真の信念に突っ込み。また、竹内さんは、僕、トレーニング好きなんですけど、本当に追い込みすぎると、ジムのロッカーの場所忘れるんですよ。本当にちゃんと追い込めたっていう日は、自分がどこに荷物を入れてたか本当に忘れる。それが今日ちゃんと追い込めてたなっていうバロメーターです。と、話します。しかし、この話を聞いたユウスケさんは、
今のが新年ってよくわかんないよね。追い込むとロッカーの番号忘れちゃうんですって、何の新年？とツッコミを入れていました。今回の放送にはネット上で、朝から海ちゃんワールド炸裂だね。久しぶりに海ちゃんのハスハス聞いた爆笑。ハスハスと潜水 W いつもの海ちゃんだ。触れない流れ星くん、まっすぐな両親くん、ゆうすけさんのギャップスゴッツ、などのコメントが上がっています。ハシさんの、ハスハス、発言が面白かったですね。また、肺活量を鍛えているハシさんが、最終的に海軍を目指していると話したのも印象的でしたね。ハシ山、目標は海軍だった。疑問符？今そこを目指して頑張ってます。映画の登場人物たちにはそれぞれ強い信念があるということで、安倍さんは皆さんが持っているポリシー、信念を教えてください、と話を振ります。すると橋さんは毎日お風呂で潜水します。ダンス踊っていくのに肺活量が必要だなと思いまして、肺を鍛えるっていうのはやってますね。1分半ばぐらい潜れるんです。でも海軍の方は3分ぐらい潜れるらしくて、今そこを目指して頑張ってます。と、肺活量を鍛えていることを明かしました。ゆうすけさんは、こういう場だとふざけたことしか言わないって決めてるんですよ。4人が4人まともなこと言ったって、とりあえずその場がいい感じになればなと思って、悲しいのが、全切りされてる、最近、と、放送で自身の発言がカットされていることを嘆きました。続けて、横浜さんは、僕は、ないです、と正直に答えます。すると、ゆうすけさんは、撮影の合間、横浜さんと話したんだけど、嫌からやったことないですね、とか、そんなんばっかりで、逆にすげーだ、と、横浜さんとのエピソードを紹介しました。橋山、会場の雰囲気にハスハスしてくれた。番組総合司会の安倍川義さんが、アキラとアキラの初日舞台挨拶に登壇した竹内さん、横浜さん、橋さん、ゆうすけさんを取材。安倍さんが会場の雰囲気について聞くと、橋さんは皆さんの熱気が本当にすごかったですね。皆さんがハスハスしてくれたのかな、気持ちが踊ってくれてたのかな、とコメント。この話を聞いた安倍さんは、ハスハスしておりました、と会場は盛り上がっていたと話しました。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。